はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤でございます。この度ですね、新しいコースを設けたいと思っております。高専生大学編入対策コースというのを始めます。当塾もともと岐阜高専生の1年生2年生3年生のための岐阜高専個別指導コースっていうのをやってきました。ですから、普通科高校とは違う高専の子に特化した勉強っていうのを当塾の先生たちと一緒にやっていって成績を高めていく。で、その高まった成績をもとにして大学編入をしていくっていうお手伝いをしているという塾だったんですよね。で、そこで当塾で預かっていた3年生の子たちが4年生、5年生へと進級していくときに、学校のバックアップよりも直接的に大学編入試験に向けた指導をしてほしいっていう要望は、まあ前々からあったんですよね。で、それに対して私たちとしては指導ができる先生を確保して、どうやってみんなのお手伝いができるかなってことを仕組みを作ってくるということを随分やってきました。対象にする生徒さんは大学編入を考えている高専の4年生5年生の学生さんに限定します。試験対策として具体的にうちができることは数学の試験対策、物理の試験対策、そして専門科目の入試っていうのもご相談ください。機械、電気、建築、土木、うちの方で対応できるものがあればぜひ一緒にやってみましょう。この3つは当塾の卒業生である大学編入の経験者で、今大学生やっていたり大学院生やっている学生の子に直接指導をしてもらいます。合格を勝ち取って直接ノウハウを持っている先輩たちをぜひ頼ってやってください。そして試験に必要なトイック対策、または小論文の対策を課す大学を受験に行く方、お任せください。加藤をはじめ専任の講師がそれぞれ担当します。特にトイック対策は目標のスコア別に先生と一緒に個別指導であなたの実力をボトムアップしていきましょう。今回このコースを立ち上げたいと思ったのが、特にですけどうちの塾岐阜高専生の4年生5年生の子たちと、直接こう触れ合う機会って多いんですよね。その子たちが大学編入をするっていう時に頼れる塾さんっていうのが世の中にどうも存在しないっていうことをよくお話を聞きました。で、具体的に高専の4年生5年生の子に、あなたたち大学の編入ってどうやって勉強してきたのっていうふうに聞いてみると、基本的には一人でやるよりしょうがなかったっていうんですよね。頼れるものは学校の教科書と学校から渡されている専門書で、それからごく一部に編入対策用の問題集っていうのが売ってます。で、それ以上のことがないので書物はかろうじてあっても試験傾向わかんないし、具体的に何をやったら合格ラインに達しているのか、で、どうやって勉強するのかってことがさっぱり見えない雲をつかむような感じの中で一人で悩みながら勉強してますっていうことをよく聞いてました。だからそういう状況の中で頼れる先生たちと一緒に進んでいこうっていうことを一緒にやってみたいんですよ。お話繰り返しになりますけど、うちの先輩たちの中にはそうやって編入試験のノウハウ、そして合格ちゃんと勝ち取っているっていう有能な子います。その子たちと一緒にあなたも合格を勝ち取るってことをうちで一緒にやりませんか？大学編入対策コースはここ岐阜県大垣市駅前にあります。この教室で直接通っていただいてもいいですし、オンラインでマンツーマンでの指導も受けたまります。ただいまトライアルキャンペーンとして先着5名様、入塾費 16,500 円をいただいておるものを、無料でお引き受けをいたします。期間は12月31日までとさせていただきます。お問い合わせ、お申し込みは当塾の入塾フォームへお願いいたします。大学編入に悩んでいるあなたを私たちがバックアップしていきます。興味を持ってくれたらぜひお問い合わせをください。一緒に頑張ってやっていきましょう。